い、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですけども、はい、やってまいりました。今日いよいよですね、3月18日でございますよ。でね、今日は一体何の日かと言いますと、はい、アップルの新製品のですね、 Mac Studio、 これがですね、いよいよ今日から発売開始になるわけでございます。でね、まあね、私もですね、まあね、注文してあるわけなんですけれども、ただですね、はい、残念なことに、私の Mac Studio、 なんとですね、3月の末、3月30日に到着予定です。はい今日開封してレビューするんじゃないのみたいなね、そういった感じだと思うんですけども、残念なことにですね、はい、カスタマイズしたですね、 Mac Studio はですね、なんと3月30日がね、まあ最短だったみたいなね、そういった感じなわけでございます。でね、もうね、私ね、びっくりしたんですけども、なんとね、発売日、今日3月18日なんですけども、その前日からですね、なんとね、先行レビューとかって言って、もう僕ね、ちょっと信じられなかったんですけども、アップルが YouTuber さんたちにですね、このね、 Mac Studio を貸し出して、しかもね、まあ、スタジオディスプレイも貸し出して、なんとですね、はい、先行レビューをやってもらっていたというですね、もうね、私のね、こうね、儚い夢がですね、打ち砕かれた瞬間でございました。はいでね、今日ね、やっぱね、こう3月18日じゃないですか。でね、まあね、すでにですね、まあね、この Mac Studio を買われた方がですね、まあいろいろね、レビュー動画を上げ始めてるわけでございます。でね、ここで私、はい、いろいろ考えました。でね、まあ確かにですね、この Apple の新製品の Mac Studio、これはですね、ちょっとね、私ね、まあ間に合わなかったんですけれども、ただですね、今日私はですね、ちょっとね、過激なことをやりたいなっていうふうに思っております。はい、というわけで、はい、その昔、もうね、本当にね、もうね、20年ぐらい前の話なんですけども、はい、いろいろなですね、このね、クリエイティブスタジオで、まあ、使われていた最高のですね、スタジオマッキントッシュ、はい、スタジオマッキントッシュとかってあれなんですけども、まあね、それをですね、ぜひ、今日ね、皆さんにですね、ご紹介したいと思います。でね、まあ、このね、マッキントッシュなんですけれども、はい、まあ、なんとね、まあ、多分知らない人もね、まあ、かなり多いんではないかなっていうふうに思いますし、で、知ってる方はですね、もう、うわー、懐かしいみたいな感じで、もうね、大興奮すること間違いないと思いますので、ぜひ、今日の動画ですね、最後までお楽しみいただければと思います。それでは、皆様にご紹介したいと思います。はい、というわけでやってまいりました。パワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドアでございますよ。はい。
やけにでかいぞみたいなね、まあそういった感じがすると思うんですけども、まあ確かにですね、今現代のですね、Mac Studio のようなですね、ああいった小型のパソコンではなくですね、まあ昔はですね、はい、こういったですね、大きい大きいパソコンでございました。でね、このですね、はい、パワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドアなんですけども、なんとですね、重さ約19キロあります。でね、まあこのね、まあ液晶ディスプレイなんですけども、これもですね、はい、アップルのですね、シネマディスプレイ22インチでございますね。これもね、重さがですね、まあ大体ね、まあね、10キロちょっとぐらいあるので、2つ合わせるとですね、約30キロっていうですね、はい、そういったね、まあね、素晴らしいパソコンなわけでございますよ。何が素晴らしいかって言いますと、はい、重たい、でかい、そして遅いです。はい。まあ3拍子揃ってですね、はい、でかい、重たい、遅いっていうですね、はい、いいとこないじゃんみたいなね、そういった感じのものではあるんですけども、ただですね、はい、今からですね、約20年前はですね、このね、パソコン、なんといってもですね、音楽、そして写真、そしてね、映像、もうね、開発とかね、もういろいろな現場でね、まあ使われていたわけでございます。本当にですね、もうね、大活躍した、はい、超高性能パソコンなわけでございますね。今更これ紹介するのかみたいなね、まあそういった感じではあるんですけども、でもね、はい、今家にはですね、Mac Studio はありませんので、まあなのでね、はい、昔ですね、様々な現場で使われていた、もうこのね、パソコンをですね、今回で、ぜひ、このタイミングでね、紹介しようというですね、そういった企画でございます。はい、というわけでね、まず一番最初になんですけども、はい、このね、パワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドアなんですが、本当にね、素晴らしい拡張性があります。でね、まあ今のですね、まあ Mac Studio なんかに比べるとですね、はるかにすごい拡張性がありますので、まずはですね、そちらからご覧いただきたいと思います。はい、ではまず正面なんですけれども、下に4つ開いてる穴、ここは通風口になりまして、でその上のですね、はい、ミラードライブドアと言われているところ、ここにはスーパードライブが入っております。続いて背面なんですけれども、はい、一番下にはですね、グラフィックカードが入っておりまして、でその上にはですね、4つのですね、空きスロットがあります。ここにはですね、すごい秘密がありますので、後ほど紹介します。続いてなんですけれども、はい、オーディオのインアウトがあったりですとか、あとはですね、ギガビットイーサーネット、そしてですね、モデム、その上にはですね、ファイアワイヤー400のポートがありまして、でその上にはですね、 USB1.1 のポートがあります。右側にある穴はですね、通風口なんですが、この辺りはですね、 Mac Pro を思わせる、そういった通風口ですね。続いてね、このパソコンの中を見ていくんですが、このハンドル、ここをですね、軽く引っ張ることによって簡単にですね、中を開けることができます。で、これがね、まあ、実際の中なんですけども、左側にはですね、無線 LAN のカードがありまして、でこの右側に見えてる4つのスロット、これがですね、なんと64ビットの PCI バスっていうですね、そういった拡張スロットでございます。はい、でね、続いてグラフィックカードなんですけども、これね、大きさはフルサイズになっているんですが、はい、3分の1は使われておりません。でね、なんとこれ NVIDIA の GeForce 4が搭載されておりまして、 AGP 接続になっております。続いてね、メモリースロットはですね、4つついておりまして、で最大 2GB までメモリーが搭載できます。でこの大きなヒートシンクの下にはですね、 PowerPC G4、 これがね、2つ入っております。今の CPU はですね、 1.2GHz です。そしてね、これがね、まあ、本体の中になるんですけども、各パーツが干渉しないようにですね、まあ、非常によく考えられてデザインされております。右側にはですね、縦に設置された 3.5 インチのハードディスクがありまして、で5インチ米にはですね、スーパードライブが1機入っております。そしてね、まあ、電源もですね、非常に細長いものではあるんですけども、他のね、まあ、ねビデオカードなどが干渉しないようにちゃんとね、デザインされてるわけでございますね。はい、いかがでしたでしょうか。まあなかなかね、こう今の現代ではですね、はい、見ることがない、そういったね、珍しいものがですね、まあたくさんあったと思います。はい。なんだこの拡張バスはみたいなね、まあそういった感じもしたと思うんですけども、はい、20年前はですね、これがね、本当に一般的で、なおかつですね、はい、64ビットのですね、 PCI バスというのはですね、高級機にしかついてなかったっていうですね、そういったものでございますね。はい、というわけでね、まあね、続いてなんですけども、このね、パワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドア、一体どんなことができるのか、それをですね、ぜひこの画面を見ながらですね、皆様にご紹介していきたいと思います。それでは画面を切り替えましょう。はい、というわけでね、やってまいりました、パワーマッキントッシュのですね、G4 ミラードドライブドア、この中に入ってきたわけなんですけども、まあ、早速ですね、ちょっとね、この OS のバージョンだとかね、システム情報、これをね、まあ、ちょっと見ていただきたいなというふうに思うんですけども、はい、まずね、この Mac について、
はい、皆様、今のですね MacOS 10、まあ11だとか12とかね、まあいろいろあると思うんですけども、なんとですねこの MacOS 10、はい、10.2.3 でございます。はい、なのでねめちゃくちゃ古いわけなんですね。はい、でね、まあ続いてなんですけども、メモリー、これがですね 1024MB 入っておりまして、でプロセッサーなんとですねこちらですねデュアル 1.2GHz のパワー PC G4 でございます。はい、まあなのでね、まあね、その当時かなり強力なマシンだったっていうのはですね、まあここから分かっていただけるんではないかなっていうふうに思うわけでございます。ではですね、まあ早速なんですけども、このね、はい、パワーマキントッシュ G4 一体どういったことができるかと言いますと、ちょっとねこちらをご覧いただきたいんですが、はい、まずですね iMovie、このね iMovie がね、まあ標準でねこの中に入ってるわけなんですね。でね、まあ今のね iMovie、はい、まあこのね当時の iMovie と比べるとですね、まあだいぶね、このね、まあ見た目が違うわけなんですけども、はい、まあ一応ですね、まあねここ何も入っておりません。でこのね、まあこのパソコンの中なんですけども、何もドキュメントが入ってないので今回何も実演できません。はい、まあただですね、はい、まあ一応ね、まあねこうタイトルとかね、まあそういったものが入れられますので、まあどんな感じかっていうのをですね、ぜひちょっとね、まあご覧いただければと思うんですけども、はい、例えばですね、まあねクレジットロールとかね、まあいろいろありますね。はい、ではねちょっとね、まあ見ていきましょう。はい、クレジットロール中央揃えとかね、こういったものをですね、やはりね、まあ今の iMovie と同じように、まあ例えばタイトルだったりですとか、そういったものはですね、はい、このタイムラインに並べていく、そういったことができるわけでございますね。まあね、このグラビティとかっていうのもありますね。こういうのをですね、まあね、いろいろとね、まあちょっと並べてみましょうか、せっかくなんでね。はい、でね、タイプライター風とかね、こういったものもありますので、まあ、これをねちょっと並べて、はい、ではね実際にですね、再生してみたいなっていうふうに思います。ではね、どんな感じで流れるのか、ちょっとご覧ください。はい、これでね今ね再生し始めたんですけども、はい、なんかねこう非常にですね、こうねのんびりしたようなね、そういった感じでございます。でね、まあ、映像もですね、まあ、ねちょっとねカクカクしてるような、まあ、そういった感じなんですけども、ちょっとねこっちの方とか言ってみましょうか。はい、どのように見えるか、はい、非常にですね、まあね、のんびりとですね、こうフレームレートが遅い、そういったような感じでね、ご覧いただけるんではないかなというふうに思います。はい、ではこの3つ目もいってみましょう。はい、まあ、確かにね、まあね、5秒でこれを表示するっていうことなので、まあ、このあたりね、まあ、なかなかね、まあ、難しいところがあるんではないかなっていうふうに思うんですけども、で、まあ、これなんですが、まあ、実際にですね、まあ、例えばオーディオとかっていうのもありまして、まあ、これにですね、例えばですね、冷たい風だとかね、小川とかね、このあたりっていうのはですね、まあ、今のね、まあ、iMovie と同じように、まあ、いろいろなね、まあね、サウンドライブラリーがね、入ってるわけでございますね。で、まあ、例えばですね、小川、はい、こういった小川のね、こうね、音とかをですね、まあね、こういったところに並べていくんでしょうね。はい、そうすると、このようにですね、小川の、このね、まあ、BGM が入りました。で、まあ、このようにですね、はい、まあ、非常にですね今の iMovie とは違うんですけども、まあ、今のね、こうね iMovie 動画編集と同じようにですね、この当時も、iMovie がついていて、まあ、このようにですね動画編集ができたっていうですね、そういった感じなわけでございます。でね、まあ、例えばね、まあ、場面転換とかってありますね、まあ、このあたりとかの、まあ、ちょっとね、まあ、見ていきたいなというふうに思うんですけども、これどうやって短くするんだろう。はい、わかりません。はい、まあでもね、こういったですね、はい、トランジションでございますね、こういったものもですね、まあ、クロスディゾルブとかね、こういったものも、間に挟みながらですね、はい、まあいろいろなね、まあね、エフェクトをですね追加して、でこのように動画編集ができたっていうですね、もうねこのあたりっていうのはですね、もう今も昔も変わらないっていう感じなんですけども、ただですね、はい、この iMovie、このね見た目の古さっていうのをですね、ぜひ、お楽しみいただければと思います。ただね、やっぱりね、はい、このようにですね、まあね最新のパソコンで、まあこうやってね、はい、動画編集ができたっていうのはですね、なかなか面白い感じでございます。はい、これでね、まあね、プレビューとかってやってみると、はい、まあ、このようにですね、ちゃんとですね動くわけでございますよ。はい、というわけでね、このね、まあ、パワーマキントッシュ G4 ミラードドライブドアでは、こういったね動画編集もできるっていうのがね、まずね、一番最初の、この、ね、デモンストレーションでございました。これは保存しません。はい、で続いてなんですけども、はい、iPhoto でございますね。でね、この iPhoto なんですけれども、はい、もう今もね同じなんですが、今はね、こうね、写真っていうね、そういったアプリになってるんですけども、まあ、昔は iPhoto でございました。でね、この iPhoto を使って、やっぱりですね、こうね、写真のですね、管理とか、まあ、これもね、できたってことなんですよね。なので、まあ、今はね、当たり前になってしまってるんですけども、もうこのね、機能っていうのはですね、なんとね、20年前からそのままあったっていうですね、それがね、徐々に進化してきて、まあ、今のですね、はい、写真のアプリになったっていうことでございますね。でね、これね、なんかね、ちょっとね、写真入れたいなとかっていうのを思ったんですけど、これね、ちょっとデータが用意できない
なくて、はい、何もできませんでした。すいません。はい、ただですね、まあ、今とね同じような感じでこの iPhoto も使えるっていう感じでございます。はい、では続いていきましょう。はい、iPhoto 終わり。そしたらですね、続いて出てくるのがですね、iTunes でございますね。でね、これね、さっきね、入れたばっかりなんで、はい。まあ、なのでね、まあ、ちょっとね、まあね、全体的にですね、まあ、どういったものが入ってるのかっていうのもね、まあ、わからないですし、中に音楽のデータが入ってるかどうかも知りません。はい、まあ、とりあえずですね、はい、まあ、ちょっとこれ、設定をですね、はい、進めて、はい、これね、ちょっとね、こう、立ち上げてみましょうかね。はい、いいえ、後で追加しますということで、まあ、昔はですね、このようなね、まあ、iTunes だったわけでございます。はい、このあたりね、まあ、ちょっとご覧いただきますと、はい、今のね、まあね、iTunes とですね、まあ、ちょっと似通ったところもあると思うんですが、ただですね、やっぱりこの時代っていうのはスティーブ・ジョブスがですね、ちゃんと管理してましたので、まあ、なのでね、この iTunes、このデザインもですね、ちょっとね、こうおしゃれで高級感があると思いませんか。まあ、このあたりっていうのはですね、今のね、この MacOS っていうのは非常にシンプルになったんですけども、この当時っていうのはですね、こういったね、標準アプリこれ1個取ってみても、やっぱりですね、この質感って言いましょうかね、まあ、これはね、やっぱりね、こうスティーブ・ジョブスが作ったね、アプリなだけありまして、もう本当にね、あ、これね、ちょっとね、こう使っててですね、まあ、こう見るとですね、高級感があるなと、あ、これはもっと使いたいなっていう風にですね、そのように思える、そういったパソコンだったっていうのがですね、はい、2002年とか2003年の話でございます。はい、もう20年前からね、まあ、今とやってることが変わらないっていうね、まあ、そういった感じなんですけども、でもね、今の MacOS っていうのはやっぱりね、だいぶね、こうシンプルになりましたので、まあ、そのあたりをね、ちょっと考えると、まあ、ちょっとね、こうね、シンプルになりすぎて昔のデザインの方が良かったなとかってね、思うところがあるわけでございます。はい、でね、まあ、このあたり、まあね、確かにですね、まあね、いろんなアプリがありまして、で、これっていうのはですね、本当にね、今できるようなことっていうのはこの当時もできました。ただですね、はい、この当時一体何ができたかと言いますと、実はですね、このパワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドアっていうのはですね、このね、今ある OS10、はい、まあ、例えばですね、 OS ね、まあ、10.1 だとかね、まあ、11だとか12とかね、それが生まれる前っていうのは OS9 っていうですね、そういったね、一つね、クラシックな、はい、クラシカルな OS があったんですけども、なんとですね、はい、このパソコンに関しましては、そのね、 OS9 がね、ネイティブで動きます。はい、というわけでね、まあ、ちょっとご覧いただきたいんですけども、ここにですね、 OS9 っていう風にですね、はい、書かれたですね、まあ、ドライブがですね、4つあるんですけども、なんとですね、この中にですね、はい、そのクラシックな OS9 が入っておりますので、これね、なかなかね、皆さん見る機会がないと思いますので、今回ね、ぜひちょっとご覧いただければと思います。それではですね、ちょっと設定を変えまして、はい、このね、まあ、OS9 の方をですね、まあ、立ち上げてみたいなっていうふうに思います。でね、まあ、ね、立ち上げる時なんですけども、はい、この起動ディスク、はい、これをですね、まあ、ね、選んで、で、今ね、これ日本語のやつもね、今日入れましたので、それをね、ぜひご覧いただきたいんですが、はい、MacOS J1、これですね、はい、9.2.2 っていうのがありますので、これを、ね、動かします。はい、で、これを選んで再起動しましょう。はい、というわけでやってまいりました。 MacOS 9.2 の画面でございますよ。いやー、本当にね、まあ、懐かしい感じがしますね。でね、まあ、私がですね、このね、マッキントッシュを使い始めた時っていうのは、まだね、 OS が 8.6 とかね、まあ、それぐらいのね、時代から使ってましたので、なのでね、この MacOS 9.2 はですね、本当にね、まあ、革新的なね、そういった OS でございました。でね、やっぱりですね、今のね、まあ、デザインとですね、全く違うんですけれども、まずね、一番何が違うか、はい、このね、下にですね、はい、ドックがございません。なので、みんなですね、こうアプリケーションを立ち上げるとき一体どうするかと言いますと、はい、必ずですね、このハードディスクを開いて、で、このアプリケーションの中を開いてとかでね、こうやってね、一つ一つね、こうアプリケーションを探していったんですよね。で、はい、このね、 MacOS 9.2 一体何ができるかと言いますと、はい、ちょっとね、まず一番最初にですね、こちらをご覧いただきたいんですが、ここにですね、はい、Photoshop 5.5 が入っております。でね、まあ、これね、トライアウトっていう風に言って、まあ、いわゆる体験版でございますね。ちょうどね、まあ、雑誌の付録についてた体験版があったので、今日はね、ちょっとこれを入れてみました。というわけで、はい、Photoshop 5.5、これをね、ちょっと立ち上げてみましょう。はい、まあ、なかなかね、こうね、懐かしいデザインだな、これ。いや、昔はね、こういったデザインだったんですよ。でね、まあ、非常にですね、まあ、起動も早かったです。で、昔のパソコンっていうのはですね、まあ、これだけでも結構ね、起動に時間がかかったりしたんですが、もうさすがね、はい、その当時のフラッグシップマシンでございますよ。もう起動もね、非常に軽いです。はい。
まあ今のアプリケーションが重すぎだっていう話はまあもちろんあるんですけども、はい、というわけでね、まあちょっとねカラーアシスタントが出ましたので、まあこれちょっと適当にねやってみましょうかね。はい、初期設定をしよう。もう適当でいいですね、この辺はね。はい、でこうやって見てみるとですね、やはりですね、はい、同じようなね、まあね、画面構成になっております。でね、まあ、このあたりというのは、まあ、本当にね、まあ、昔から変わらないなっていう感じがするんですけども、まあ、ちょっとねちなみになんですが、はい、なんかねちょっとね別のねなんか写真みたいなやつをねせっかくなんでね、開いてみたいなっていうふうに思います。はい、ちょっとねディスクトップピクチャー追加分っていうのがあるので写真、はい、でねせっかくなんで風景とかね、まあ、ちょっと開いてみましょうかね。でね、はい、じゃあレインゴットメサ、これをちょっと開いてみましょう。はい、そうするとですね、まあ、非常にですね、まあ、美しいですね。はい、これエアーズロックでございますね。これ多分ねオーストラリアのエアーズロックでしょうね。はい、見た感じから多分そんなんなんだろうなみたいなね、はい、そんな感じがしてるんですけども、はい、このようにですね写真の加工もですね、このね昔、はい、もう20年以上前からですねこのようにやられてたわけなんですよね。まあ非常にですね、まあね今と変わらない感じでございます。でね、この画面構成もね今のフォトショップとね全く変わらないんですよね。はい、非常にですね、まあねこの当時から使ってる私としましてはですね、まあ今のねクリエイティブクラウド、まあこれはねちょっとね、まあ、サブスクリプションになって嫌いなんですけども、でもその前までのねあのクリエイティブスーツですね、それはね非常にですねやっぱねこう好んで使ってるわけでございますね。はい、こういったねフォトショップもね、まあ、この当時からねサクサク使えていた。でねぜひね、このあたり皆さんにご覧いただきたいんですけども、こうやってウィンドウを動かした時、はい、非常にですね動きがスムーズでございます。はい、これね、まあ、昔はですね、はい、読み込むのにですねビューンってねちょっと時間がかかってたんですけども、このね画面移動これがもうめちゃくちゃ早いんですよ。まあ、なのでもうこのあたりっていうのはですねさすがねこのパワーマック G4 しかもですねデュアル CPU みたいなね、そういった感じがするわけでございます。はい、もうねサクサクとねこういった写真編集もできるというのがですね、大きなところでございますね。でね、まあ、もちろんなんですけどもこれね、まあ、イラストレーターですとか、まあ、あとはですね、まあ、例えばなんかこうなんていうのかな、こうファイナルカットじゃなくってプレミアだとかねアフターエフェクトとかね、まあ、そういったものもですね、まあ、この当時からあったわけでございます。まあね、まあ、元々ですねこのね MacOS 10の方でiMovie もありましたので、まあ、昔からですねこういったね動画の編集というのはですね、こういった Mac を使ってやられていたっていうですね、そういったことでございます。はい、というわけでね、まあ、他にですね、まあ、いろんなことができるわけなんですけども、実はですねこのねマッキントッシュはですね非常にですね 3D にも強いんですよ。だからね、こうそういったね、まあ、こう 3D のモデリングだとかね、3D のグラフとかっていうのがですね、まあ、もちろんできるわけなんですけども、まあ、せっかくなんでね、ちょっとね、こちらをですね、まあ、ねご覧いただきたいなっていうふうに思います。でね、これ、はい、今もついてるですね、グラフ計算機っていうものなんですけども、まあね、非常にですね、まあ、ね軽いものでございますね。で、例えばなんですが、はい、Z イコール X の5乗プラス Y の3乗の 3D のグラフを書いてください。これをですね、まあ、早速ね、実行したいと思います。ドン。はい、そうするとですね、もう本当にね、一瞬です。はい、こういったね、3D のグラフが描ける。まあね、このあたりっていうのはですね、3D のモデリングをやらせてもね、まあ、きっと早いんだろうなっていうですね、そういった感じなわけでございますね。はい、でね、まあこれね、ちょっとね、はい、まあ、なんて言いましょうかね、まあ、ちょっとね、画面がね、まあ、この 3D のグラフが細すぎるので、まあ、このあたりなんかね、ちょっとね、改造してみましょうか。はい、今ね、0.5 とかにしてみました。はい、そうするとですね、こういった 3D のグラフ、これがね、一瞬で描けるんですよね。はい、これ例えばですね、まあ、5.3 とかね、5.3 乗とかっていうですね、そういったものあるのかっていう感じもするんですけども、はい、一応ね、描けます。はい、こんな感じのね、変なグラフになりましたね。はい、ではね、せっかくなんで、もっとね、際どいことをね、まあ、いろいろやらせてみたいなっていうふうに思うんですけども、はい、0.23 乗の、はい、Y の 0.587、はい、こういうふうにやってみましょう。はい、これで、まあ、グラフが書けるか、はい、Y の 0.587 乗、はい、ではやってみましょう。はい、そうするとですねこういったね変なグラフが書けましたね。まあ、こういったこともね、まあ、できるのがですね、このね、パワーマキントッシュね、G4 でございますよ。はい。で、まあ、このあたりね、まあ、ご覧いただきますとですね、本当にね、まあ、懐かしいなっていうね、そういった感じがすると思います。でね、このね、やっぱりね、このパワーマキントッシュなんですけども、やはりですね、こう、クリエイティブな現場で使われていたんですが、このね、Mac、なんといってもですね、最近ではですね、やっぱりね、こう、ゲームができないとかってですね、そのようにおっしゃってる方ももちろんいるんですけども、はい、皆さん、ご安心ください。このね、マッキントッシュはですね、ちゃんとゲームもできます。でね、このね、MacOS がね、9.2 とかね 8.6 とかの時代で、まあ、ものすごくですね有名だったねゲームをですねぜひ皆様にお見せしたいと思うんですけども、それがですね、はい、このサメガメというゲームでございます。はい。
もうどっかで見たことあるぞっていうですね、そういった方はですね、もう本当にね、まあ昔からのですね、まあ Mac ユーザーでございますね。で、ね、こういったですね、パズルゲーム、これがですね、もうこのね、Mac を使ってた人は、ほぼほぼね、100%、もうね、このゲームは絶対にやったことあるだろうっていうですね、そういったね、まあ定番中の定番のゲーム、これもね、まあもちろんね、まあ息抜きにね、まあこうやって遊ぶことができるわけでございます。これね、まあこのゲームなんですけども、どういった感じかと言いますと、はい、これね、今ね、いろんな模様があるんですが、これがですね、はい、こうね、いっぱいくっつくと、それだけね、まあね、こう、得点が大きくなるんですよ。例えばですね、まあ、このあたりのですね、はい、赤いウサギさん、このあたりをね、ちょっとくっつけたいなっていうふうに思ったときに、はい、どういうふうにやっていくかっていうと、はい、こうやってね、ちょっとずつくっつけていくんですよ。で、ほら、こうするとですね、はい、今です、1,2,3,4,5,6,7,8 ってですね、8つのですね、はい、赤いウサギさんがくっつきました。で、これがですね、数が多くなればなるほど、得点がですね、すごく大きくなるんですね。まあ、なので、これせっかくなんでね、まあ、もうちょっとね、大きくできるかもしれないんで、ちょっとやってみましょうか。はい、うまくできるかな？このゲームね、意外とね、難しいんですよ。はい、今ね、ここがね、ちょうどね、まあね、全部くっつきましたね。こうやってですね、まあ、なるべく高得点を狙う。これがですね、このサメガメの面白いところでございますね。で、まあ、最終的に全部消すことができたら、ボーナスが手に入ります。でね、まあ、今ね、この大きさなんですけども、実はですね、これね、ゲームにはですね、いろいろありまして、はい、よりガメ、はい、そうするとですね、まあ、これがありまして、で、他にはですね、爪ガメとかね、ちょっとね、大きさが変わるんですよね。で、あと、ちょいガメ、はい、まあ、こういったものがあったりですとか、あとはね、米ガメ、はい。そうするとですね、まあ、このようにですね、非常に大きいマップの中で、まあ、パズルをやっていくっていうですね、そういったことになるわけでございますね。これね、じゃあどこがどうなってんだみたいなね、まあ、そういった感じがすると思うんですけども、こうやってですね、まあ、いろいろなですね、まあ、こう模様をくっつけて、はい、でね、高得点を狙っていくっていうのがですね、これがゲームでございますね。これがね、本当にね、ハマるゲームで、もう今のようにですね、こう 3D ゲームだとかね、そういったものよりもですね、よっぽどこっちの方がハマるっていうですね、まあ、昔ながらのレトロゲームっていうやつでございます。まあ、こういったね、ゲームも遊ぶことができますし、あとはですね、やっぱりね、今の時代、なんといってもですね、インターネット、それがですね、まあ、皆さんもね、やっぱりこのね、まあ、昔のね、Mac で、インターネットができるのかというですね、そのように思ってらっしゃると思うんですけども、はい、こちらをご覧ください。はい、今アプリケーションズの中なんですけども、これ、皆さんにご覧いただきたいんですが、ネットスケープコミュニケーターというのがあります。でね、このネットスケープ、なんと言ってもですね、はい、まあね、インターネットエキスプローラーか、それかですね、はい、ネットスケープかっていうふうに言われてたぐらいですね、もうね、このいわゆるウェブブラウザーの2強のね、まあ1つだったんですよ。で、今はですね、まあね、Google の Chrome だとか、あとはですね、まあ Safari とかね、まあいろいろなものがあったりするんですけども、その昔はですね、インターネットエキスプローラーか、もしくはこのネットスケープコミュニケーター、まあ、これのね、どっちかだったんですよ。で、ちょっとね、せっかくなんで、まあ、ご覧いただきたいんですが、このね、懐かしいアイコンでございますよ。で、あとですね、はい、まあ、例えばなんですけども、このね、まあね、コミュニケーターについてっていうですね、これを開くとですね、はい、このようにですね、ネットスケープのロゴが出てくるんですけども、ちなみにですね、このネットスケープのロゴ、今はもう存在しません。なので、もうね、この当時のですね、はい、このね、まあね、OS だとかを使うによって、まあね、この昔ながらのですね、このネットスケープナビゲーター、まあ、これをね、まあ見ることができるんですよね。でね、まあちなみになんですけれども、はい、ちょっとね、ここにですね、まあね、このね、まあ N のマークがあるので、これに注目していただきたいんですが、まあ例えばなんですけども、はい、ホームに戻ります。そうするとですね、N のところにですね、こうね、流れ星がうわーって出てるんですよ。で、これがですね、もうその当時すごくかっこよくって、もうね、あ、これを見るたんびにですね、ネットサーフィンしてるなみたいなね、そういったことをですね、まあね、考えてたわけでございます。はい、というわけでね、ネットスケープナビゲーターでございました。まあ昔はですね、これを使って、ウェブブラウジングをしていたということですね。で、あとせっかくなんで、はい、今のね、インターネットエキスプローラー、それのね、昔バージョンのインターネットエキスプローラー5、こちらをご覧いただきたいと思います。これもね、まあ昔とね、まあ、今とでね、全然デザインが違うんですよ。でね、まあ、どちらかというと私はですね、もう本当にね、インターネットの黎明期からもインターネットを使ってますので、まあ、なのでね、本当にね、この画面見るとですね、すごく懐かしく感じます。はい、昔はですね、こういったね、青一色、こういった感じのですね、まあ、デザインだったんですよね。はい、でね、まあ、インターネットエキスプローラーの特徴といたしましては、はい、このね、E のマークのところ、はい、これがですね、まあね、地球儀のようにですね、まあ、くるーって回って、で、その周りにですね、衛星みたいなやつが飛んでるんですけども、それがですね、まあね、くるくる回るっていうですね、そういったね、デザインだったんですね。まあね、これをやってるとですね、まあ、昔のですね、ヤフーとかね、それをね、よく見たなーっていうですね、まあね、ちょっと思い出したりするわけでございます。はい、というような感じでね、まあね、これがですね、はい、
MacOS9.2 でございます。でね、まあね、このね、まあね、デザインなんですけども、ちょっとね、やっぱね、特徴的なやつがありまして、はい、こちらをご覧ください。これね、ゴミ箱なんですけども、このね、ゴミ箱、今のこのね、まあ、ゴミ箱とね、デザインが全然違くて、もう本当にね、その当時っていうのはですね、本当にね、ゴミ箱っぽいっていうですね、そういった感じでございます。でね、まあ、アイコンもですね、まあ、非常に小さくてね、まあ、画面が広々と使える。これがですね、まあ、その当時のですね、MacOS9.2 というですね、そういったものでございました。はい、いかがでしたでしょうか。パワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドアのご紹介でございました。いやーもうね、先ほどご覧いただいた通りですね、本当にね、まあ何でもできる、もう優れもののね、まあ素晴らしいパソコンなわけでございますよ。しかもですね、デュアル CPU な上にですね、はい、メモリーは 1GB っていうですね、もうね、超高速 CPU に大容量のメモリー、もうね、本当にですね、もう何でもできてしまう、そういった素晴らしいパソコンなんですが、ただね、やっぱり何を言いますと、はい、でかい、重たい、そしてですね、最新のソフトが動かない、しかもうるさいみたいなね、そういった感じなわけでございます。はいもう4つになってんじゃんみたいなね、まあ、ね、ちょっとそういった感じなんですけども。でね、やっぱりですね、まあ昔のパソコンでございますので、やっぱりね、こうパソコンのね、中で回ってるファンの音、それがね、まあ結構うるさい感じなんですよね。今もね、ずっとね、ジーってね、なんかね、すっごい音がしてるんですけども、まあそういったね、まあ古いパソコンではあるんですが、そのね、20年前、もうね、現場でですね、もうバリバリに活躍していた、まあ素晴らしいパソコンなわけでございますよ。なので、まあある意味ですね、はい、20年前の Mac Studio みたいなね、そういった感じのものなわけでございます。はい。よし、ここでね、なんとかね、こじつけたぞみたいなね、そういった感じなわけなんですけども、はい、というわけでね、まあね、今回の動画なんですが、はい、20年前の Mac Studio パワーマッキントッシュ G4 ミラードドライブドア、こちらをご紹介させていただきました。もうやっぱりですね、3月18日、Mac Studio 発売日ということで、私はですね、はい、物がね、実際にここにないので、あえて、はい、20年前の Mac Studio、それとね、まあ同じようなものである、はい、このパワーマッキントッシュ G4 をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。もしね、面白かったらですね、ぜひ、高評価、押していただければいいなというふうに思っております。で、はい、実際にですね、物が届いたら、はい、もうすでにですね、まあ、YouTube 上にはですね、いろんな開封動画出てるはいるんですけども、私もね、一応ね、はい、まあ、自分のところに届いたね、Mac Studio、これをね、ちゃんとね、開封してですね、また、ね、動画でお届けしたいなというふうに思っております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。